あと私もですね、あいこで、あいこでしょ。カット。やりました。もうまず引く前にね。はい。はい。いいんですか。いいですか。ガーッと。うん。お、来た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 。回した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 。占っております。このカードがだっあります。はい、考えてみたらさっきより1回多いぐらいでしょうかね。1回か2回ね。そうですね。さあ先生、もうおもろに何の占いもなしに。焦ってますからね先生。もういいですよ。さあ真ん中を引いていきました。ありますね。おっと。先生もう一回切って。切ってますよ。もう。ということはこっちにジョーカーがないってことは必ず向こうにジョーカーが入ってるわけですね、うん、いいですか。おっと先生あ、うん、やりましたね。そうですねね、これで負けです、はい、一応でも最後までやってください、ね、違うものが入ってる場合がありますから。はいはい、じゃんけんぽん。あ、先生勝った。面白いですね。こういう出し方があります。なんか箸で取ってるみたいですけども。さあ、じゃん、ありますね。もうここが大事だぞ。ここでジョーカーを引いたら負けになってしまうぞ、うん、さあ、占って占って、私後ろで先生も念力でね、さあ飛ばしてくださいよ。おっ、右に手がかかった。大丈夫かな。変わんないまだ。おー、横に映った。3つの墓地をこすってます、こすってます。何でしょうそれ。マーチェのモーパイみたいなことしてますけども、モーカードですか。お、引いた。うまい。さあ、はい、負けです。先生が後半2連敗。負けてしまいました。優勝者はモハメッドさん。予想外の展開となりました。ねえ、どうですこれ。全部ね、一生懸命やってくれた今まで。使ってくれた、ね、本当に、ね、最後までね。楽しいですよ。ね、勝って寂しい。おめでとう、おめでとうございます。さすがですね。スタッフ一同からの大拍手。そしてテープが顔面に痛いの痛くねえの、はい、そしてですね、見てくださいこのせこいくす玉。これはね、子供でも今時喜ばないようなくす玉。でも、まあ、でもとりあえずね、優勝でございます、うん、モハメッド、おめでとう。ありがとうございました。ね、さあそれではね、おメダルが授与されます。じゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃ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 ん、おめでとうございます。おめでとうございます。ここにですね、初代チャンピオンね、はい、モハメッド、ここに名前が刻まれるわけですね、うん、まあテレビをご覧の皆様ですね、いい加減にしろと思ってるでしょうね。ね、汚い手ばっかり使いやがってと思ってるかもしれません、はい、でもですね、しょうがないんです。これはやっぱりあの定められた運命ですね。そうですね。すごいね、私も天で任せてきたいもんだね。そうです、天だけじゃないような気もしますけどですね。そうですね、いろんな使って、はい、時計と指輪をどうぞ。素晴らしい、はい、平和道貿易から、はい、ハンバーがありました。ラド、全然違いますね、はい、これはあの指輪はココヤマオコなんですね。ココヤマオコから、なんと、おー、驚いたね、これ。ここに初代チャンピオンをめでたく迎えて、皆様とお別れすることになりました、はい、どうも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。最後までスリリングだった占い師クイズツアーも無事終了。でも笑いすぎてお腹が痛くなります。迷える時代のリーダーとなった占い師たち、その数は60人だそうですよ。ここ魔女の館では変わった占いをその日の気分に合わせて選べるんですって。それにしても女の子たちは一体何を占ってもらってるの？あの、好きな人との相性を占ってもらいました。恋愛のことと、それと仕事のことですね。あ、学校辞めちゃったんですけど、なんか知能線が2つあるから学校は行きなさいって言われたから、もう一回行こうかなって思ってます。何なんだよおめえは。ナンバーワンはこちら、アフガニスタンからやってきたモハメッドさん。水晶の塊を前に痩せる思いで念じる姿が人気だとか。あなたならタロットカードで占います？それともこちらカラー占いなんていかがでしょう？の館です。早速中に入ってみたいと思います。なるほどね、こういった建物になってるわけなんですね。こんにちは、あなたが魔女でございますか？いえ、魔女の方はこちらの中に。あ、このお部屋の中に、はい、じゃあ私の中に入りたいと思いますけれども、あれ
ここは開かないんですか。こちらの呪文を2回唱えていただかないと入れないようになってるんです。この呪文をね、ベスメッラエイシャラ、ベスメッラエイシャラ、はあ、感じになってるんですね。ここいらっしゃる方が皆さん魔女、名前は何とおっしゃいますか。リリス・ノストラです。以前のご職業は何でございますか。以前はバンドをやってましたのでロックシンガーです。あ、そうですか。あちロサカ毎日あなたの周りに霊魂が、現在もやはりいますよ。この何か語りかけてくるんですか。私が閉ざしているので会話はしませんけれども、やはり。何歳ぐらいからその霊感というのがありました。生まれた頃の気がつかないうちから何かおかしなことを言ったり、見えないものの見えたり、幼少の頃からずっと続いておりまして、中学ぐらいからものすごく強くなりまして修行に入りました。以前から霊感はあったんですが、フラメンコの踊りを通して、あと良い先生についたことで、もっと深く感じるようになりました。占いそのものはますますその底辺が広がっておりまして、その裾野をどうやって集めるかと、その裾野の広がりというのは、若年層なんですね。しかも非常にこう低年齢層化していると。その低年齢層をいかに、吸収するかという形でなければビジネスとしては成り立たないというふうに考えたわけです。そのあたりの思いつきっていうかですね、はい、発想というのはやはり元雑誌の編集長というお立場からそのアイデアが浮かんできたわけですか。はい、そうですね。虫は何でも知っている、夕べあの